木刀もね、割と良さそうなんだけど、燃えるところが見てみたい。よいしょ、燃えてる。わー、タコ殴りになるじゃん。はい、こんにちは。やばい、盾はやばいぞ。盾ちゃん救う、絶対救う。盾ちゃんだけは守る。これがヒロインたらゆえん。うわあ、でもお回復もしてるし、協力じゃない、能力強化ができるね。ドロップキックができる。ダメだ、ダメでした。こっちだ。あ、ヒート状態でダウンしてる敵に。なるほど。あ、馬乗りもできるんだ、さっきみたいに。わかったわかった、オッケー。じゃあ追い打ち、私いつも四角押してたんですけど、三角押すようにしようね。待ってて、伊達ちゃん。桐生さんが行くよ。はい、アイテムも整理しておきました。ということで行こう。伊達ちゃん、伊達ちゃん、の前になんか買い物しとく。なんかちょっと使えそうなやつ。僕改造ライターすごい興味あるんだよね。改造コンロもいいね。いいな。木刀もね、割と良さそうなんだけど、燃えるところが見てみたい。すごく物騒なことを言いましたけど。よし、なんかちょっと話聞かせてくれよ、お兄ちゃん。やっぱり行くわ。伊達ちゃんを守れるのは俺しかいねえ。うおー、伊達ちゃん。おい、はぁ、伊達さん、すまねえ、はるかが。いいのいいの、分かってる。ダメだけど。こいつデカだぞ。うるせえ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。犯罪してっから悪いんだよ。もう十分だろ。本当だよ。まだだ、100回殺しても足らねえ。被害者は引っ込んでろ。黙れ。一発殴んねえと気が済まねえ。ぶらしちまえ。そうだ、ぶばらしちまった方がいい。うるせえ、キョロジュ。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。僕も君らを平気で返すほどどうする気だ。の義理はないよ。よせ、義理。そんなにこの人やりてえなら、俺を殺してからにしろ。俺を倒してからにしろ。はい、最高。はい、最高。強い。行くぞ。ごめんね、花屋さん、ちょっと傷つけるよ。燃やすよ。ロープ持ってる。ロープもね、ちょっと試してみたかったんだよね。何してんだよ、それで終わりかい。投げちゃったもんな、今私がな。よいしょ、投げちゃったから後で拾いたいけど。よいしょ、投げないようにしよう。よっしゃー、あっ、みんな、やべ、トモ、下手。よいしょ、燃えてる。ここを通すな。逃がすなよ。ごめんごめん、もうあれだね、武器持ってるとそれ以外使わなくなっちゃうからやめとこ。やっぱ素手だよなと思ったけど、あ、お前ら違う。人が多いんだよな。なんか長物があればいいんだけど。あったあった。よいしょ、にゃーにゃーにゃー。ボッコフルボッコ。よいしょ、逃がすなよ。うん、よいしょ、逃がすなよ。ただじゃ返さねえか。あ、武器がめっちゃ落ちてるね。倒したら倒しただけ。わっわっわっ、怖っ。倒したら倒しただけ木刀落としてくれるから
無限木刀と思ったら終わった。人数が多い時の立ち回りがちょっとね、まだ慣れないところがありますね。呆れた強さだな。でも伊達ちゃん、守るものがあったから。サイの花や。久しぶりですね、伊達さん。うん、キリュウ。はい。例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。マジ？ありがとう。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。花屋さん、ありがとう。あいつは元警官だ。え、警察の情報を横流ししてたの俺が告発したんだ。ああ、伊達ちゃん、そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。なるほどな、正義感が人一倍強い。遥かさらったのは真島組のやつら。真島組思い出し。大丈夫、覚えてるから。夜によって真島の兄さんか。やばい、はるかを救う気はねえよな。真島の兄さんと戦闘するんか。伊達さんはセレナで待っていてくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレイナが心配だ。一人にしないでやってくれ。わかった、気をつけろよ。大丈夫かな。おう、あんた、花屋さんの名前の由来って知ってるか。いや、伝説の情報やサイの花屋、そりゃあな、情報の渡し方から由来しているんだよ。情報の渡し方。ああ、昔ボスは警察で得た情報を俺らホームレスを使って依頼主に流していたんだ。情報は封筒に入れられ、必ず花束に入れて渡されてた。何それ。だからサイの河原のサイに花束をくっつけて、サイの花屋って呼ばれるようになったのよ。何のために横流ししていたんだろうっていうのはありますが、はるかちゃんを救うのが最優先ですよね。なんか妙にざわついてない。ああ、なんかおっかない連中ばっかり歩いてるよな。なんかあったのかな。こういう時はあんまり動かない方が良さそうだな。わしもそう思うんじゃが、動かないことにははるかが戻ってこないんじゃ。行くか。もうはるかちゃんの身に何か。なんすか。非通知。失礼いたします、こちら YKO サービスと申しますが、お客様がご利用になられたローンの返済期限が過ぎております。人違いだそうでございますか。失礼いたしました。ガチャ通知。え、今のはミッションか何かだった。バッティングセンターに行こう。急がなければ。医者の本文、あの少年満足しただろうか。ああ、おにぎり渡した子ね。芸術と才能2が出てる。あ、でもミッション今のは蹴っちゃったってことかな。でもローンなんて借りてないし、ちょっと少年のところに一回戻っていい。あ、いないんだ。いないならどうしようもないもんね。あの画家のやつさ、ちょっと絵高いんだよね。今18万しか持ってないからさ、すぐすぐはちょっと今何か発生してもどうしようもないかなと思ってるんだけど、どうかな。はあ、お前キリュウだな。ああそうだ、覚悟しろや。怯えてるじゃねえの。いいよ。あ、真島組の戦闘曲いいね。うっせえや。武器電気属性、よいしょ。あとは、あ、長物、よいしょ、捨て看板。なんかないかな。あ、なんか今出たな。まあいいや、看板。よいしょ、よいしょ。あとは周りの武器使うのがやっぱりいいのかもね。あ、やべ、あれ、わっしょい。わあ、よいしょ、にゃっ。
もいいな。あ、あ、ちょっと待って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 、そう、あー、あのヒートアクションの三角のやつやってみたかったけど致し方ないね。ずいぶん威勢が良かったな赤いの。くそー、せっかくあんたを倒すチャンスだったのに。グフ、おっと、グフっていうのはいいですね。あ、興味ありませんか。あ、何もないね。じゃあまあ放っておこう。これはね、大事にならない？真島の兄さん。でも、そこに行く前に確認が一回挟まれるのがボス戦の前だと思うんで、この間もなんかはるかに行くみたいなこと聞かれて、その後ボス戦だったんで。っていうのと今ってどれくらいやってるのか。ごめんね、ちょっと寄り道するよ。はるかちゃんごめん、一瞬待ってて。あー、この辺でアレスっちゅう店探しているんですけど知ってはりますか。知ってるぞ。そうですか。で、どんな店ですね。なんでそんなこと知りたいんだ。いやー、あんたが桐生さんならご存知かと思いましてが、当たりやったな。潔いごっちゃ。あー、はい。でもさ、アレスのことを言うのもそれはそれでだったよね。これでよかったんだな、きっと。経験値だ、おらー。1対1？ 1対1じゃない。あ、倒しちゃった。よいしょ。あ、できたー。顔はえげつないよ。おいしょ、わしょい。あ、できたー。今のはなんかちょっといつもと違う動きできたんじゃない。ずいぶん威勢が良かったな。同じこと言ってるモブ。ちょっとどこだ。ここか。あ、ここがジュエル。いえ、あー、行きましたけど。はるかを作ってたらキャバクラ行けないけど、今はまだとりあえずはるかだ。ごめん、別のさ、どっかに行けとかだったらまだ全然私はキャバクラ寄るんだけど、ちょっとね、人助けだとそう言っちゃいられないね。ご飯食べる必要があるな。お店に寄ってもいいか。ここって、あ、あ、ここじゃねえ。いつも間違える。なんかアイテム使っちゃった方がいいか。これ、あ、全然だ。おみまずいですね。まあいいか。これあればなんとかなる。はるかー、うるせえ。覚悟しろや。みんな怯えてる。もう怖いなら手出さないの。いっぱいいる。しかも狭いね。看板欲しいな。これ持てるんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。しびれてる。電気属性だ。よいしょ、あれ、よいしょ。うわー、あ、今極み出てた。わあ！シンプル。もうみんな同じセリフなんだからさ、モブじゃん。セーブしていこう。わかったわかった。よし、行くぞ。大丈夫かな？不安げ。
この状態でも入れ、あ、はい、え、やだ、うえ、なんだよ、驚いちゃうよねこんなのね。え、うわ、牽制されとるわ。バッティングで勝負や、キリュウみたいな感じ。わあ、タコ殴りになるじゃん。久しぶりやの、キリュウちゃん。はい、こんにちは。誰かを返せ。本当よ。あいつ何なんだよ、反復横跳びすげえな。うわー、刺した。男の人って何か武器、ごめん、あのキリュウさんの話だったから武器って言われて